じゃあ皆さんこんばんは。鎌倉でお会いした方はお久しぶりです。その他の方、はじめまして、ミートアップ以来かな。最初のミートアップ以来かなと思います。はい。ということで、今ご紹介いただいた通り、インスタグラムを中心にですね、今活動してます。主にほとんど旅行分野なので、トラベルフォトだったり、トラベルビデオグラファーというふうに名乗ってます。はい。でですね、僕今回お話しすることとしては、割と僕は自分の好きな動画を作るみたいなことの方が、重きを置いていて、なんかいわゆるこう、バズり投稿するのはこうだみたいな、そういうのは、正直あまり得意ではないと。ただ自分の好きってなんだろうみたいなところから、こう、それをじゃあ動画でどうやって表現しようかみたいなところを今回はよく考えてるので、そういうとこをお話しできればなと思っています。はい。そしてインド行ってきました。インド行ったことある方いらっしゃいます?この中で。コメント、もし行ったことあるよって方。あ、ザキさんもあります。あ、意外と多い。僕もっとレアキャラなのかと思ってたんですけど、自分だけ。めちゃめちゃ皆さん、さすがですね。さすが旅行。さすが旅行好きが集まってるだけありますね。ありがとうございます。で、その中でお腹壊さなかったよって人います。あ、ザキさん。ザキさん壊さなさそうですもんね。強そう。あ、ギリンさんも、強い人は強いな。そう、僕も壊さなかったので1ヶ月。あ、トゥールさん逆、ずっと壊してた。結構半々ですね。日本帰ってきてから終わる。逆にインドに慣れて日本で壊した。ありがとうございます。ちょっとインド仲間がいて嬉しいです。ちょっと最後の交流会で喋りましょう。はい。ということで、早速本題に移っていきたいと思います。はい。で、Vlog、そうですね。僕はショート動画で、ポンポンと出してます。はい。お願いします。はい。で、テーマはワンランク上のショート Vlog の作り方ということで、今日残り10分ちょっとですね、お話ししていきたいと思います。はい。次お願いします。はい。で、先ほど言った通りですね、はい。僕はバズり動画っていうよりも、自分で作って好きな動画、いいなと思う動画を作るっていうことを結構重要視してます。で、皆さんもぜひこう自分の好きをみんなに伝えて、で、それがみんなに見てもらえるっていうところ、すごく、僕も嬉しいですし、皆さんはきっと嬉しいのかなというふうに思うので、まずは自分の好きって何だろう、それをどう表現するんだろうっていうところを今日お話ししていきたいと思います。はい。では、お願いします。はい。で、今日はですね、撮影前と撮影中と撮影後っていうその3つに分けて、それぞれ僕が普段気をつけていることだったり、考えていることっていうのをお話ししていきたいと思ってます。はい。で、撮影前なんですが、いろいろこう機材を、それこそ V10 を充電するとかなんかそういうことはあるんですが、考えとしては僕はこの一つだけを必ず忘れないようにする、考えるということを意識してます。それがこの動画のストーリーを考えようっていうところですね。もちろん、こう、ストーリーって言っても、ドラマとか映画みたいな、なんか敵がいてとか、倒さなきゃいけない相手がみたいな、なんかそういうことではもちろんないです。皆さんがこう、どこかに旅行に行くとか、なんかそういう時に、今回の旅行の旅程的には、こういうことするから、じゃあここで、例えばすごい美味しそうなものを撮ってとか、ここでちょっといい景色見るために、ちょっと30分ぐらい山登るから結構きつそうだな。で、その後にこう絶景が待ってるっていう、そういう流れで、で、最後、例えばこう、なんだろう、ラスト温泉と美味しいご飯で締めるみたいな。なんかそういった本当に一日のスケジュールがそのストーリーになるっていうのは旅行は割と多いと思うので、なんかそういうざっくりとした旅程から、今回撮るとしたらこういう流れで撮れそうだな、みたいなとこ。まずそこをちょっと頭の中で考えておく。それだけでだいぶその後の、作業っていうのがそこをベースに考えることができるので、非常にこの最初ストーリーを、旅行のストーリーをざっくりと考えてみるというところを、ぜひ皆さん意識して、もらえたらと思います。はい。じゃあ次お願いします。はい。で、そうすると、ストーリーを考えることで、じゃあここでこういうのを取らないといけないなとか、こういう時にこういう感情が、例えばきついだとか、景色を見て感動したとか、なんかこういう時にこういう感情になりそうだから、こういうカット取っておこうかな、みたいなところを、そのストーリーを考えることによってリストアップができるので、その後々編集するときに、あのカットなんで取らなかったんだろうとか、こことここの間あれしたのに取ってなかったっていうようなことが防げると思います。なのでそういうふうにストーリーを考えて、じゃあそのストーリーを表現するためにこういうシーンは取っておこうみたいなところを前もって、本当に iPhone のメモとかでもいいので、リストアップ、箇条書きでしておくと非常に、楽になるかなというふうに思います。はい。では、次お願いします。はい。で、次は撮影中ですね。はい。で、撮影中3つちょっとお伝えしたいなと思います。で、1つ目が、テイクとメイクを意識するというところですね。これ、テイクとメイクって聞いたことある方います。多分、それぞれの単語は聞いたことあるんですけど、なんかこのテイクとメイクっていう組み合わせで聞いたことある方いらっしゃいますか？はてなはてな。初耳です。そうですね。これ、割とこう映像制作の業界とかで、出てくる単語なんですけど、簡単に言うと、テイクっていうのが、ここに書いてあるところ、事実を映す撮影。ドキュメンタリーだと、カメラマンが引いて、実際にこの、例えばそのドキュメンタリー、対象の相手が何か、もうカメラの存在を忘れて何かをしているとか、そういう事実を映している撮影のことをテイクって言います。で、反対にちょっと演出が入る。例えばちょっとここをこう歩いてくださいとか、ちょっとここで立ち止まってくださいみたいな、そういう演出も含めたカットのことを、メイクっていうふうに言います。で、Vlog はですね、割とこう皆さんテイクが多めになるかと思います。実際にこう回しながらも自然なこう会話だったり、自然な感じを撮るっていうのが非常に多いんですけれども、こう Vlog、特にショートの Vlog で見せたいところをきちんと見せるっていうことを考えたときには、ちょっとこのメイクっていうところを、入れてあげると、それだけでこう決めショットというか、この決めのこのシーンみたいなものが作れるんですよね。なので、ぜひこのテイクでリアルな感じを取りつつも、メイクでこの景色でポツンって立ってる自分を撮りたいとか、ここは一個、押しで入れようみたいな、そういうところも少し入れてあげると、より充実した Vlog の内容になるんじゃないかなというふうに思っています。はい。じゃあ次お願いします。はい。これ、よりと引きですね。はい。これは、シーンにすごいアクセントがつきます。ぐっと寄った、もう、ものはわかんないけど、その素材感。例えば、この例だと、水のすごく綺麗な、揺らめいてる感じをぐって寄って、で、別のシーンで、こう、右のように引いて、じゃあ実際それどういう場所なのか、どんな景色なのかっていうところを表現する。この寄りと引きの差が大きいと、それだけアクセントになるので、ここも意識すると飽きずに見てもらえるかなと思います。はい。じゃあ次お願いします。ちょっと駆け足で申し訳ないんですが、内容をギュッと詰め込んだので、ちょっとポンポンいきますね。はい。で、3つ目がシーンとシーンのつなぎを取るっていうことですね。で、これ旅行だと、例えばこう、ある場所でご飯を食べて、次別の場所にこう観光に行ったみたいな時に、こう、割とそことその、場所では撮るんですけど、この間のシーンって意外ともうカメラにバッグ入れちゃったとか、ポケットに V10 入れちゃって撮ってないみたいなことがあるんですけど、ちょっとその間の移動のシーンとかも、少し1カット2カットでもいいので入れてあげると、ここから車で移動してここ行ったんだな、ここで電車に乗ってこういう風景を見て次のこの場所に行ったんだなみたいなこと、こうスムーズに場所と場所の、シーンがつながるので、そういうところもぜひ、ちょっと頭に入れて旅行するときに撮ってみるといいのかなと思います。はい。じゃあ次いきたいと思います。はい。で次は特に V10 の操作とか撮影、V10 での撮影に関して、で、僕がめちゃくちゃ使ってきて、いろいろ自分なりにこう設定とかしてるので、それをお伝えしたいなと思います。特にもうインドだと本当に1ヶ月間毎日回しまくってたので、それを踏まえた上で、これも4つぐらいか。3つぐらいかな。お伝えしたいと思います。はい。まず1個、ショートカットボタン手ぶれ補正ということで、これはですね、こうショートカット右上のこの矢印のマークのボタンにショートカット作成つけることができるんですけど、僕はここ手ぶれ補正にしてます。で、なぜかというと、手ぶれ補正をオンにしたり、かなり強モード、手ぶれ補正強のモードにすると、手ぶれが抑えられる側にこう画角がキュッとなるんですよね。で、これは持ってる時とか歩きながらの時はこのモードにして、逆にこうレストランとかで置いて食べるシーンとか、そういう置きで手ぶれは考えなくていい時は素早くこう押してオフにして、なるべく広く撮るっていうのを、クイックに切り替えることができるので、僕はショートカットには手ぶれ補正を、設定しています。はい。では次、お願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、2つ目は、9対16の枠を画面に表示しようというところです。今、ここ画面にもある通り、設定のですね、カメラのマークの3番目にアスペクトマーカーっていうものがありまして、そこでですね、9対16って選ぶと、この右のようにちょっと見えるかな。真ん中にこう線が2つ入るんですね。でこれが9対16っていう、いわゆるショート動画の縦動画の比率なんですね。この2つの線の間が。で、縦動画にするときに、僕もよくあるんですけど、横から縦を切り出して、それをちょっとショートに使いたい。なんかそういうときあるんですよ、僕は。で、そのときに、けど、なんか、その幅を意識してなかったから、なんか映したいとこ全部映ってない。縦で切り出したときに映ってない。はみ出しちゃってる部分があるみたいなことが結構あったんですよね。で、それを、あらかじめこの画面に9対16表示させておいて、撮るときに、例えば自撮りするときに、この9対16の中に自分の顔は入れておこう。で、すると、ちょっと後から、これ横で撮ったけど、縦で切り出したいなってときに、自分の顔がこう、切らずに、ちゃんとショート動画にも、使うことができるんですね。なので、この9対16比率っていうのは割とおすすめです。ショート動画だと割と画質がもうアップロードしないと落ちちゃうので、こう切り出してもそれほど、特に 4K で撮ってると、それほどわかんないかなって僕は個人的には思います。はい。じゃあ次お願いします。はい。で、撮影テクニックですね。フォーカスについてですね、特にこう暗い時ってやっぱカメラっていうのはオートフォーカス合うの苦手なんですよね。それはもう V10 に限らず、結構カメラ全般に言えることなんですけど、で、V10 で夜の場面でフォーカス合わないなーって思ったとき、僕がよく使ってる技っていうのが、一旦、例えば僕花火撮ったんですけど、花火はバーって明るくなるんですね。で、そこでタッチフォーカスあるじゃないですか。あれで明るいところに一回ピントが合うんですよ。そしたらその時にオートフォーカスを切っちゃうんですね。で、そしたらすごく動いて前後の距離感が変わるもの以外は、もうそのままオートフォーカス切って、マニュアルでその後撮っちゃうってすると、意外と勝手にオートフォーカスが動いてぼやけちゃうみたいなことを防げるので、ぜひ暗い時に会いにくいなと思ったら、タッチで合わせてフォーカスを切る。で、マニュアルで撮るっていうのをぜひ試してみてください。意外とうまくいきます。はい。では、次お願いします。ちょっと押してますが、ごめんなさい。はい。で、撮影後ですね。はい。で、皆さん、撮って、何撮ろうかなって考えて、実際にその場所に行って、V10 使っていっぱい撮ってきました。ってなったら、残るは、はい、編集です。で、その編集についても僕が考えていること、3つですね、大事だなと思っていることをお伝えしたいなと思います。はい。で、ショート動画の Vlog に関しては、まず一番見せたいカット。もう推しのカットですね、自分の。を一番最初に持ってこようっていうところですね。これはもう本当に SNS って皆さんもそうだと思うんですけど、こうスクロールをバンバンしちゃうので、いかにこの最初で引きつけるのかっていうのがすごい重要かなって思ってます。なので、この Vlog ではこのカットが一番見せたいっていうやつを、一番最初に持ってくる。で、もしちょっとそれがいくつもあるなって時は、まあ、2、3秒ぐらいのオープニングでパンと切り替えて、そこで目を引かせるっていうところをぜひ意識してみてください。はい。では次お願いします。はい。2つ目ですね。緩急を意識するということで、こう、動画もですね、ショートの中でも割と僕が好きな海外の上手い方っていうのは、早いカット、パンと切り替えてたり、あとはこう動いてる物体がすごい早く動いてたりっていうカットと、引きでちょっと長めのカットでゆっくり見せる、ちゃんと景色を見せるみたいな、なんかそこのアクセントとか、そこがすごい上手い人が多いんですよね。なので僕も割とそれを意識していて、飽きずに見られるためにも、こう緩急を早いカットと長い視聴弱のカットで、緩急つけてあげるってところを意識しています。はい。では次お願いします。はい。で、時系列を崩しすぎない。これが3つですね。Vlog っていうのはこうリアルな感じ。ちゃんと見てる側がその Vlog で起こったことについていけるっていうのも大事なので、こうカットとカットの時系列がぐちゃぐちゃ。なんか夜になって昼になって夜になって朝になってみたいな。なんかそういうのだと割と見てる側もなんかこれどういう流れの旅なんだみたいなことになっちゃうので、なるべくそこはある程度のブロックでちょっと入れ替えてみたいなことは全然いいんですけども、こう最初から最後の流れではある程度の時系列は守ってあげた方が見る側もすんなり見ることが、違和感なく見ることができるかなというふうに思います。はい。ということで、こう、めちゃくちゃ駆け足でしたね。ちょっと伝えたいことありすぎて、めちゃくちゃ詰め込んでしまったんですけど、以上が、撮影前から撮影後で、ショート動画のクオリティを一つ上げるために、僕が意識していることっていうのをお伝えさせていただきました。はい。以上になります。ありがとうございました。